と待って、この台だけユリカランプついてんすよ。この台なユリカランプついてんすよ。おっしゃ6だいける、本当に頼むって、無事がある。まあ6はもう間違いないでしょう。やっぱ6だ。僕の諭吉、長かったよ、本当に本当に長かった。どうして俺はかれこれ何枚飲ませたんだ。2500枚ぐらい飲ませたよな。じゃあお前ら今から逆転劇を見せてやるよ。よかったっすわ、 B 点かと思ってましたけど、まあね、これで800枚ぐらい出ればまくれます。ここ突破できたら多分まくれます。有利区間継続してくれてもいいんですけど、とりあえずここ勝ってプラス持ってきたいよね。だって4、5、6出てんだから。行くぞお前ら、お前ら力をくれ俺に。さあでも負けずにします。信じていますから。結構いける気がする。黄色でこんだけ上がるってことは内部的に決まってんじゃね。っていう思考回路で撃つ。攻略戦突入。鼻でいいぞ、鼻来いよ。オーケー。
やめろ、もう聞きたくねえんだ俺は。うっしゃーを聞きたくねえんだ俺は。全身あるのみ。おお、終わりだよ。終わったわ。終わった。スバル君、レムに命を預けてください。なんだと？信用するぞお前。よし。いや、どういうことや？次ハグゲー選ばれたらその時点でもう負けっすね。レム以上。勝てるか勝てないかは次のレバーオンに全てがかかってるわ。本当にビアトリスだけはやめてくれ。本当にあいつだけはもう見たくない。俺はお前か。スバル君、何かヒントはもうダメだぞ。10かな。でも保証ゲーム終わった後だからワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。10かよ。やっと引き戻しですね。やっとここまで来たよ。長かった。これはできるだとは僕思うんすよ。なんでここ勝てばプラファイゼロまで浮上できる。で有利区間継続して鬼手ループ。もうね、俺は勝ちしか見えねえんだ。あざっす。前よ、突撃。いや、これ大丈夫やろ。苦しで赤まで行くわ。やだもうねえわ、終わった。こっち見るの禁止。これはモード C ですね。はい、モード C 確定です。もうあの B 後半で前兆が2回あっていきなり前前兆が来たんでね。でゲーム数的にももう A はありえない、 B もありえない。
同じ C です。はい、ここ突破したらどうなるかは分かんないですけども、突破しないともうプラス駅は今日は厳しいと思います。まあアイコンちょっと絶望的ですけどね。でも僕は最近勝ち続けてるんで、まあね、なんだかんだ神は僕に力を与えてくれると思うんで、それを信じてやっていきたいと思います。何言ってんだろうな。まあやっていきましょう。レムにお手伝いします。レムはスバル君を丸ごと信じていますから。いける。厚木攻略戦突入。オーケー、1戦目は突破だ。でかい、マジででかい。おい、ふざけんなよ、マジで。スバル君、レムに命を預けてください。おーし。456円です。まああのグラフは
時間差があるんで今は多分マイナスですね。もうこの白ゲーにかかってます。勝てば勝ち、有力感継続したら続行しますけど、負けたらやめます。本当にこの白ゲーにかかってる。圧倒的不利だけどな。でもこの顔見て、こいつならやってくれそうな気がすんだよ。俺はこいつにマジかけてる。お前らな、今まで見てくれてありがとう。俺が生きるかやられるかはここで決まる。Okay.